よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。本日もユニークの、回を始めていきたいと思います。今回第883回、本気夢中になれる環境選びでワクワクする人生に、小学校教員小沢かなさんにとっての教育とはと題しましてお話を伺っていきます。本日どうぞよろしくお願いします。ろしくお願いします。はい、ということで早速なんですけれども、小沢はい。さん。簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいですか？はい。よろしくお願いします。はじめまして、小沢かなと申します。現在、社会人3年目で、東京都の公立小学校で、小学校教員をしております。大学卒業してすぐ教員になったものです。で、現在は、学級担任を務めていまして、6年生の担任をしております。で、まあ、仕事の方では、専門が体育なので、体育の授業をたくさんやったりとか、体育の研究の方で参加させてもらって、この前は市内の研究授業も180人ぐらい見る中で授業させていただいたりなんかをしております。まあ、ただその3年間の大好きな小学校教員っていうものを一旦まあ退いて、今後は自分の目指していく教育に向けて、前進していくという決断をしておりますので、まあ、今日はそういったところも話していけたらなというふうに思っております。よろしくお願いします。お願いします。はい。で、ざっくりとあの事前にいただいているお話とかをもとに話を進めていきたいんですけれども、はい。小学生の頃は結構活発的に過ごはい。されていたというふうに、すごい、で、お勉強も結構できて、はい。はい。まあ、学校そうに行くでのもす好きね。だったっていう。大好きでした。もうどんなに熱があっても行ってました。熱が出ます。もう今のじゃ絶対ダメですけど、はい。もうぶっ倒れる寸前まで行けるみたいな感じで、小学校は絶対にもう休まずに6年間皆勤賞を取って、休まずに行って、まあ学校も好きでしたし、やっぱとにかく人と遊んだりとか勉強したりとか、もう大好きだったので、で、体を動かすのも好き、で、勉強もまあそこそこできる。みたいな。まあ、いわゆる、こう、まあ、よくできる子、みたいな、多分、私の今、教員という立場から見ると、あ、まあまあ、割とよくできるタイプの子だよねっていう感じの印象を受けるようなタイプの子でした。大人からしたらとても扱いやすいですよね。そうですね。多分、教員で子供クラス見たら、扱いやすいタイプだったんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんか、両親の影響で、スポーツをすごくやってたので、ラグビーとか、はい、ラグビーやったんです。ラグビーをやっていたりとか、まあ、あとバドミントンもやっていたり、水泳やっていたり、サッカーもやってたりとか、あったので、まあ、本当に、まあ、好奇心旺盛で、まあ、スポーツも大好き。うん。っていう、まあ、どこにでもいるような活発な女の子と、うん、周りの友達全員男の子でした、でも。お母さんが面談で、うちの子、女の子の友達なんですけど、大丈夫でしょうかっていう悩みをぼやくくらい、男子とばっかりいました。スポーツとその勉強以外に、それこそ男の子とは遊ぶって言ったら、なんとセミを捕まえるとか、そんな感じの印象もあるんですけど、なんかもうおっちょっしゃと。る通り、セミを捕まえたりもしてましたし、近くの公園に SL っていう機関車があったんですけど、もうあれの上にガー登ってそこからジャンプしたりとか。もうそんな感じで、ずっと可動化して、木登ったりとかもしてましたし まあそうですね、っていう感じでやって、ただ、まあ中学受験を結構やったんですよ。中学受験をしたので、まあ6年生あたりからは、こう、まあ塾にも結構がっつり通い始めたりとかして、なんかそこら辺からこう、まあ、ある意味そこら辺からですかね、そのただの活発少女だったのが、まあこう自分と向き合ったりとか、こう周りと勉強でこう戦っていくみたいな、経験を6年生あたりからして、まあ、そこら辺から多少、ね、ただの活発少女からシフトチェンジしてきたっていうのは、今思えばあるかもしれないです。なるほど。はなんかい。学校に行きたいって思ううん。ような、高熱を出してでも行きたいって思うような、原動力というか、も、あの、その、どこにあったんでしょうね。そうですね。やっぱりでも、人と関わっていたいっていうのが、
常にあると思います。もう、会いたい。友達に会いたい。先生に会いたい。勉強したいは危ないですね。勉強したいですね。もう会いたい。人に会いたい。友達に会いたい。なんで、もう会いたいから行くっていう、まあ、寂しがり屋だったんですかね、もしかしたら。はい。もう会いたい、会いたいって感じです。それはなんかお家ではそれこそお父さんお母さんずっと働いてて、あんまり会えなかったみたいなところもあるんですか？いや、母は、パートタイムの方だ、人だったので、母は、家にいて、割と母の今日、愛情というか、たくさん受けて育ってきたなっていうふうに思っているので、父、母は別にいなかったわけではないんですけど、まあ、とにかくその父、母以外の人と会いたい。外の人と会いたいみたいな気持ちが 強かったです。で、その小学校卒業されて、中学受験をされたって今おっしゃってましたけど、はい。い受験されてそこに受かったんですか？や、落ちたんですよ。受験をして、まあ、失敗をして、落ちたので、地元の公立小中学校に進学をしました。もう、まあ、割と、ね、同じ小学校の子たちの半分以上がこう上がっていくみたいな中学校に進学しました。で、そこでの、中学校生活っていうのはどうだったんですか？もう、小学校が100だとしたら、中学校はもう30ぐらいの充実 なんですけど、まあ、これって結構多くの方があるかなって思うんですけども、やっぱこう思春期とかなってきて、周りと、うまくいかないっていうことが私はすごくありました。もう先ほども言ったように、周りの人が大好き、会いたいっていう価値観のまま、自分中学上がっていったんですけど、まあ、ある意味それがこう、妬まれる要因であるっていうところがすごくあったのかなっていうふうに思っていて、まあ、よくあるね、違う小学校から来た女の子みたいな、いじめの標的みたいな、ありまして。まあもう男子ともわけ隔たなく、こう、活発に遊んでたので、まあそれがこう、はあ？みたいな思われたのかなとか、今思えば、だったりとか、まあ、それこそ勉強も中学受験やってたので、そこそこできると。で、まあ、スポーツもバドミントン部でキャプテン1位、全仏とこう1位取ってて。まあ、こう何でもできるってこう、ね、は？みたいな、こう思われますよね。っていうので、もう割と、壮絶というか、家にこうピンポンダッシュされたりとか、トイレをしてて、こう上から見られたりとか。もうなんかそういうちょっともうレベルの低い感じのいじめを遭いまして。でもう、うまくいかないな。で、バドミントン部で部長もやってたんですけど、あ、すみません、キャプテンもやってたんですけど、そこの部長と、まあ、顧問が、まあ、仲良くて。で、部長が顧問に媚びを打って、で、まあ、顧問は部長かわいいよねっていう。で、そのなんか、こう、変にひねくれているキャプテンの私、扱いにくいなって、多分扱いにくい人間になっちゃったんですよ。もうひねくれすぎちゃって、当時は。なっちゃってたんで、会議に呼ばないとか、団体メンバーから外されるとか、もういわゆるエコひいきみたいなものも、すごく受けて。そこら辺からも大人に対する、偏見、信用したくしない友達も本当に一部しか仲良くしたくないっていう、まあ、小学校まですっごい活発だったのが、もう本当内弁慶な感じになってしまったっていうのが、中学時代でしたね。だからその今とだってね、振り返ってみて、未だにその同じように解釈されますか？それともなんか、もしかしたらこう自分の、なんかその、まあ、内弁慶になっちゃったところみたいなところはで、い。何かこう、もう一回やり直せるとしたら、どこがそ改善できると思いまうすか？ですね。まあ、もう一回やり直、今の私だったらもっとうまくやれよって思う、アドバイスをあげたいです。っていうのも、本当に、一回、いや、違うって思ったら私はもう違うっていう自分の信念を突き進んでしまうタイプだったので、
えば顧問の先生に対しても、そのやり方、考え方は違うって思ったら、もう一切、あ、もう私はいいです。もう、じゃああなたからの、指導受けません、みたいな。別に団体メンバーから外されたら別に、あ、そうですか、みたいな感じの 考えだったので、まあ、今思えばそれをそうさせてしまう原因がおそらく自分にもあって、でもそれに気づけず、その向こうの態度のまま、自分の信念を貫く、まあ、自分に嘘をつきたくないっていうところが一番 まあそれは今もなんですけど、強いので、いや、もっとうまくやれよっていうアドバイスをあげたいですけど、まあ、割と変わんないですかね、今も、解釈なは。るはい。ほど。もしかしたらその10年後の自分からも同じようなアドバイスを受けてる可能性もあるってことですよ確かにそれはあります。ね。おっしゃる通りです。なるほど。で、そこからその中学校は、順調とか、まあそんなに、まあ、そうですね、あれそんなで。対人関係の問題もありつつも、他にはなんか特に問題はなかったですか？まあ、問題は特になかったですね。それこそなんで、両親のが存在。改めて、今まで当たり前だと思っていた周りの存在とか、両親の存在とか、まあ、先生の存在っていうのが偉大だなっていうのにも気づきましたし、で、これは私が教員につき、つながる道でもあるんですけど、その部活の顧問がエコひいきをしていたりとか、なんかこういう思いをする子供たちを減らしたい。私はこういう大人になりたくない、先生になりたくない。だったら私がそういう先生になそうじゃない人になっていこう、みたいなのは、つながってはいます。確かに職業柄、その教員っていうのは、すごく、なんだ、その人一人の言動、ちょっとしたことによって全てなんか影響を与えてしまうから、確かにそれって、そうですよね。なんだ、お話そう聞いなんて。ですよ。なんかどう思われてるか。まあ今も私も子供たちにね、どう思われてるかわからないですけど、なんかそういった自分の私情を挟んだりとか、なんか一人一人の子供に注ぐ愛情が偏ったりとかするっていうことだけは絶対にしたくないっていうのは、自分が教員になるときに思いましたね。なるはい。反面教師じゃないですけど。で、そこからその高校に進学されて、はそれい。どういった高校に行かれたんですか？これはもう中学の時に通った塾の先生にすごくお世話になって、自分その学力もそんなにめちゃくちゃ高いわけではなかったんですけど、勉強頑張って、都立の、まあ、進学校と言われる、いわゆるところに、推薦で入ることができました。で、なんかその小学校の頃は結構勉強されてたっていう伺ってましたけども、中はいはい学校のはい。頃あんま勉中強されて学校も勉強はしてました。成績もオール5取ってたので、もう、まあ別に、そうですね。なんで、でも その学力ってところで言ったら、まあ、バーン飛び出たわけではなかったので、まあコツコツ成績オール5取って、内申点で稼いで、うちの高校の推薦が結構独特で、まあ一般的に面接と、小論文とかあると思うんですけど、それに加えて集団面接、集団討論っていうものと、あとプレゼンテーションというものがあったんですよ。なので、集団討論で一つの議題に対してみんなで意見言うっていうものと、あとこのプレゼンテーションっていうのは、この模造紙1枚分で自分の人生を語ってくださいみたいな、15歳みたいな感じの ものがあったの面で、それは結構もう、頑張ってやって、で、推薦で、はい、入学しました。無事。白い。よかった。無事。で、そこからその進学された高校は、なんかはい。結構勉強以外にも行事とかもそうなんで大すきいよ。の高校はやっぱりまあ、私のまずもう一つの、まあ、転機でもあるんですけど、高校の仲間と出会えたっていうところが、非常に自分の中では大きくて。で、まあもちろん進学校ではあるので、勉強もすごいするんですけど、部活とか行事にすごく力を入れる学校だったんですよね。
で、まあ、行事は9月に、9月の第1週にあるんですけど、木曜日に合唱祭、土日に文化祭、火曜日に体育祭をガッてやるっていう、すごい変わった行事をやる学校で、なんでもうそれに向けて、もう4月からずっと準備をして、8月、9月を過ごして本番っていう形なので、まあ、とにかくもう、暑いんですよね。本当にこう、周りの人たちの学校生活を送る、もうテンションがもう高いというか。で、みんなそこでこう競ったりとか、本当にもう受験勉強、そっちのけでその行事に向けてやってたりとか、っていう人たちに出会って、自分もその行事に向けて、応援団長やったりとか、やっていったり、まあ、あとは部活も、バドミントン部、引き続きやって、まあ、中学は結構レベル高くて、都大会とかも行ってたんですけど、高校は割とそんなに強くなかった中で、後輩指導にすごく当たったんですよね、私は。なので、そこの後輩指導が楽しくて、教員って道になったっていうのも一つあったりとかしてっていう、まあ、とにかくこう部活も行事も勉強も、めちゃくちゃ頑張る人たちと3年間過ごしたっていうこの環境が大きく自分の人生の舵を切っていると言っても過言ではないくらい重要な3年間でした。なんかそういった環境で3年間、まあ、その高校通われて、どういったことを得ましたか？そうですね。まあ、得たことと言ったら、もうそれこそ本気になる楽しさみたいなのが得ました。本気になる。本気でやる。もう、行事一つとっても、とにかくめちゃくちゃ本気なんですよ。もう、みんな、その時だけ髪の毛の色とか変えてよくて、かき氷のシロップ、いろんなシロップ入れましたみたいな。たまにあるじゃないですか。かけ放題ですみたいな。オレモンとかメロンとかイチゴみたいな。もうそんな感じで髪の毛とかをもういろんな色にしてる人がゴロゴロいたりだったり、劇をやったりするんですけど、わざわざ劇団の練習を見に行って、そこで教えてるインストラクターの方に指導をしていただいたりとか、もう夏休み30日間ぐらいあったら、25日間ぐらいずっと一緒にいて、そのパフォーマンスを考えたりとか、まあ、たかが行事ですけど、今、その時にとってはそれが全てで、その行事とか部活に対して向き合うレベルがもう適当じゃなくて本気だった。で、それが終わった後の達成感とか、仲間との友情とか、本気でやった先にしか見ないものがあるなっていうのは感じたので、本気でやることの楽しさっていうのは得ましたね。なんかその本気で何かに取り組んでる時の、なんかその勉強との両立って、どうだったんですか？これはあんまり大きい声では言えませんが、勉強は両立できる方もいますし、できない方もいます。なので、浪人する方がたくさん いましたけど、まあ、自分は、それこそ部活行事に9月、10月まで熱を注いでしまったので、気づいたら、高3の10月とかなっていて、そこから気合い入れて勉強しました。短期集中型で11月、12月、1月のセンター試験、3ヶ月間ぐらいで本気出して、まあ、現役で大学は合格しました。なんかその本気で何か取り組んでる時の感覚ってなんかこう説明できます？って言えば。そうですね。本気で何か何に。がそんなにいいんですか？本気になること。何がそんなに。ワクワクするか。まあ、一つは新しいことを作っているっていう、ゼロから一を生んでいるっていうところの、まあ、答えが見えない、この先に何があるんだろうっていう答えが見えないところがワクワクするところです。
で、あともう一つは、言うとしたら、これちょっとすみません、行事じゃなくて部活の話になってしまうんですけど、部活、私、同期4人しかいなかったんですよ。で、中でも2人初心者で、もう実質私ともう1人しか、バドミントンできないみたいな状態で、後輩が20人いたんですよ。4対20みたいな。1人につき5人みたいな 構図が出来上がって、で、その中20人も半分が初心者で、で、バドミントン部入りたいですって入ってくれた気持ちはすごく嬉しかったんですけど、いや、こりゃ大変だとなって、で、私も部活もすっごい本気でやったんですけど、まあ、とにかく初心者で、いきなりね、技術がうんぬんとか、試合に勝ってとか言ってもしょうがないと思って、まずはバドミントンをめちゃくちゃ楽しんでもらおうって思って、まあ、基礎練だけじゃなくて、本当にもう、なんていうんですかね、カゴに入れて楽しい。あそこに入ったらイエーイみたいな、小学生がやるような練習を毎日繰り返したんですよ。そしたらもう、後輩たちが楽しい、とにかく。バドミントン楽しい。そっから、もっと上手くなりたいです。って言って、意識が上がってきたところで、あ、じゃあもうちょっと練習を、技術の方に増やしていこうか、みたいな感じでやっていった。で、結果的に、1年経って私が、大の時は20人誰一人辞めずに、かつ国公立っていう、まあ、都立とか国立の学校が出る大会でベスト8まで行ったんですよね、東京都の中で。なので、なんかそういう本気でやったことに対して相手が変わる、相手を変えることができるっていうのはすっごく学びました。バドミントンが生涯スポーツになって、私のその1年間の指導次第では部活やめちゃってたかもしれないし、バドミントンも一生やりたくないってなってたかもしれないけど、私はせっかく出会ったのであれば、これを生涯スポーツにしてほしいし、大学生、社会人になっても続けてほしいって思いがあったので、そういうふうに指導して、で、結果、相手が変わって、大学でも続けますとか、言って、部活も頑張りますって言ってくれる子がいたので、相手が、自分が本気になれば相手が変わるなっていうのを、一つ、得たことというか、頑張る原動力でしたね。まあ、その学びって結構今にも生きてるような気もするんで、それはちょっと後、またお話を聞いてもらいますけども。で、それで結局大学はどういった、ふうに選ばれたんですか？そうですね。で、まあ、そこから教員に1個選択肢が加わったのは、その部活の経験で、あ、先生って楽しそうだな、人に教えるのとか、こう、やるの楽しそうだなと思ったんですけど、まあ、全然他の仕事にも興味があったり、まだその選択肢が教員しかない中で教員を選ぶのは違うなっていうので、総合大学に進学をしました、立教大学っていうところに進学をしました。教員免許が取れる総合大学。なるほど。で、そこでは、どういったことされてたんですか？日々。で、まあ、大学に進学してからは、立教大学って結構、全学部受講できるカリキュラムがあるので、まあ、勉強に関しては、教育のことだけじゃなくて、本当に社会学とか、経済学とか、いろんな勉強を授業を取ってやっていきました。で、まあ、本当に普通の大学生だったんですよ。サークルをやって、バイトをやって。で、サークルもなんだかんだに、英語のサークルとバドミントンサークルと2個。で、まあ、バイトも、当時は塾の先生と、あと、飲食店でやってっていう、まあ、普通の大学生活を2年間ぐらいやったときに、なんか物足りないなっていう感覚を得たんですよね。本気じゃないと。そうなんです。なるほど。私3年間めちゃくちゃ本気でやってきてたのに、なんか、やっぱ大学のなんかまあ、大学生このぐらいでいっか、みたいな
あるじゃないですか、そのサークル適当にやって授業もピッすればいいやみたいな。なんかそれこそ周りが割とそういう感じの人が多かったですし、なんか自分自身も「いやそれは」とかいうその奮い立たせる活力もその時はなくて、だそれこそやっぱ環境だなって思うんですけど、私は大学1、2年生は本当にそういった環境の中にいちゃったので、もう何の今思えば自分の25年間の人生で一番何も得てないなっていうような、そんなことはないと思うんですけど、なんか本気じゃなかったなって思う2年間を過ごしてしまいました。それ2年間なんですね。大学4年間だと思うんですけど、そこからまた何か。そうなんですよ、2年間で、でその後に変わったと。その後に変わっていきましたと思ってます、自分では。これについて、もうちょっ とはい。教えてもらえます。で、まあ2年、3年生から何があったかっていうと、履修専攻が変わったんですよ。はい。戦後で、変わる。専攻が変わったんです。で、立教大学文学部教育学科の初等教育学専攻っていうのがあるんですけど、まあ、これ何かっていうと、小学校の先生の免許を本格的に取っていくよっていうコースなんですね。立教は2年間までは、まあ割といろんな学部みんな、みたいな。いろんな勉強し、いろんな学部見て、幅広げな。3年から絞っていくよ、みたいな感じなので、3年でその履修選べるんですよ。いや、ぶっちゃけ私はまあその時、いや、絶対小学校先生になるっていう気持ちはあんまりなかったです。50%くらい。で、もう一方のコースは教育学専攻って言って、まあ、今までのその2年間と同じような、カリキュラムを進んでいく道なんですよね。まあ、あんまり変わらない。ただ、その初等の方は、月から金、1から4、授業。全授業課題あり、みたいな感じの日々なんですよ。で、私はもう、物足んないわけなんで、もう、いやいやいや、初等に行くでしょっていうので、選んで提出してっていう感じでした。なので、そこからがめちゃくちゃ濃い2年間でしたね。はい。で、まあ、いざ4月になったら、その毎日が始まるわけですよ。月から金、1から4限の日々。で、まあ、教育のことであったり、いろんな教育以外のこともやったり、本当にまあみんなで体育の授業をやったりとか、図工をやったりとか、模擬授業をやったりとか、いろんなことをやっていく。で、月曜日の課題提出間に合わないんで、毎週日曜日徹夜なんですよ。本当に毎週日曜徹夜してて、もう顔、目の下クマ作って月曜日投稿してみたいな。で、まあ、そこから1週間ガーって始まって。で、まあ、もちろんサークル、バイトも辞めずにやってたんで、そこに組み込んでいくって感じの生活を、まあ、半年ぐらいやって、どうだったかっていうと、超楽しかったんですよ。まあ、結構周りひいひい悲鳴上げてた子もいたんですけど、私はめちゃくちゃ楽しくって、まあ、学びもそうですし、常にこう人と会えたりとか、こう常にこう課題があって、みんなでこう頑張ってるっていうその環境がめちゃくちゃ楽しいなって前期が終わった時になっていて、でやっぱそのそこら辺からこう環境がこうやっぱ本気の方にまたこう戻っていった。でまたもう一つ転機が訪れて、夏休みによさこいと出会ったんですよ。夏休みに全然私踊ったこともなくて、よさこいって何みたいな。エイサーと違うの何みたいな感じの、だったんですけど、たまたま噂で、なんか立教大学でよさこいサークルができるらしいよ、みたいな噂を嗅ぎつけて、何それ、面白そうってなって、その子に連絡先もらって、話聞きに行ったら、いや、まだ、部員3人しかいないんだよね、って言われて、3人みたいな。でもこっから、
立教大学って池袋にあるんですけど、池袋の祭りに、10月の祭りに出たいから、こっから頑張って、立ち上げると思うんだよねっていう話を聞いた瞬間、面白そうみたいな。まさに私が高校時代やってた、そのゼロから1を作るってところだったんで、もうやりたいジョインして、そっからもう夏休みかけてサークルを立ち上げるっていうところをやって、まあ、集客というか、部員集めから、広報から、衣装を作ったりとか、衣装もう作私るとも、ころかな。まあ、作るはいかない、借りるとかですかね、当時はまだ。借りたりとか。まあ、踊りが全くできなかったので、もう自分が練習したりとか、はい、周りに声をかけたりとか、いっぱいやって、で、なんと10月の祭りまでには30人ぐらい集まったのかな？員が。部員が。で、まあ、池袋の祭りなんで、立教がやっと出たっていうことで、当時の各総長だったりとか、豊島区の区長さんだったりとかがすごく応援しに来てくださって。で、そのサークルもすごく楽しくて。で、11月は池袋キャンパス100周年記念っていう公演で、みのもんたさんとか、古舘さんとか、当時立教の卒業生たちが集まるの講演会で踊って、徳光さんに、いや、よそこいめちゃくちゃよかったよって言ってもらったりとか。で、それが新聞に載ったりとか、ニュース載ったりとかして、朝のテレビに出たりとかっていう、その数ヶ月前は何もなかった、3人しかいなかった状態から、こう、今、これだけこう形になってメディアに出たりとか、ね、立教に新しいこう風を吹かせてるっていうところが、もうワクワクしてたまらなくて、はい。で、まあ、同じくして、教育の勉強も後期が始まり、また同じように月から金、1から4限の生活がまた戻ってきて、で、そこに私の生活にこう、よさこいっていうのもまた入ってて、後期は。で、ちょっと待てよ、人生どうしようってなったんですよね。だって、で、待って待って、教員、本当に教員、このままじゃ教員になっちゃうよっていうので、ちょっと焦って。でも、立教大学なんで、本当に周りみんな就活始めるわけですよ。スーツ着て。ってなって。で、私もこれじゃまずいなと思って。また、就活も始めるんですよね、その時に。夏休みぐらいから、インターンに長期で行ったりとか。もう、インターン結構行きましたね、夏休みに。で、夏休みで長期で行ったインターンの中で、こう、優秀というか、まあ、いいね、みたいな感じに。見てもらった、まあ、当時その不動産とかは結構見てたんですよね。街づくりとかっていうのが結構興味があったので。で、そこからまあ内々定をいただいたりとか。で、まだ結果急がないからね、なんて言われているうちに、こう3年生が終了していくっていう感じになりました。で、まあ4年生になった時に、まあさ、よさこいも、どんどん楽しくやって、継続していて、で、就職活動もやってたんですけど、まあなんか自分の中で就職活動していた企業とか、まあお金を稼いだり物を売るというところにあまり価値を見出せなかった。それよりも、目の前の相手を変えたりとか、それこそ、社会貢献、自分自身で相手を変えられるってどんな仕事だろうってなった時に、まあ、教育だなっていうところで、やっと大学4年生の4月ぐらいにして、覚悟がついて、教員っていう道を選んでいったんですけども、これも、本当に大学3年生の1年間があって、本気で挑戦をして、教育の勉強も1年間でも濃密にやった上の覚悟だったので、やっとそこでまあ教育実習に行き、教育に行こうっていう決断をしたの、だいぶ遅いと思うんですけど、そんな大学生活でした。それで大学を卒業して、はい。小学校教員になって、それは東京都内のですかね。
そうですね。大学卒業してすぐ東京都の、公立で、小学校。働いて。で、そこからはどうなんですか？すべて順調とか、強い思いを持って入られたと思うんですけれども、実際はどうでした？実際はまあ、理想と現実のギャップはすごくありましたね。まあ、入職したのが2020年だったので、もうコロナウイルス真っ只中の時に教員になったんですけども、まあ、だったんで、すぐには教壇に立てず、子供たちも学校に来なかったので。で、まあ、当時3年生の担任を、まあ、大学卒業してすぐ3年生の担任をなって、子供たちの前に立ってやった時に、まあ、もちろん授業なんかうまくいかなくて当然だなって思ってたんですけど、保護者とか、なんか自分じゃどうにもできないところでの課題がすごく私は、目に見えて分かりました。保護者。そうですね。というの一は。個あるのは、自分のその3年生のクラスに、中国国籍の男の子がいたんですね。で、自分と一緒の、まあ、3年生に上がるタイミングで転校してきた子だったので、まあ、前情報とか何もなく、なんか中国の子を転校してくるからよろしくみたいな感じで受け入れたんですけど、まあ、蓋を開けたら結構な問題児だったんですよ。問題児。もう、授業中立ち歩くは、ここら辺に捕まえてきた虫をいっぱい持ってきて 教室でバーンみたいなやっちゃったりとか、友達にも暴力振ったりとか悪口言ったりとかもそうですし、割と大変な子だったんですね。でももちろんそれ学校だけどうにもできないので、お父さんお母さん呼んだりとかするんですけど、まあ、お父さんお母さん、日本の方じゃなくて、まあ、うまくこう言葉が、言語、言葉が通じなかったりとか。もともとのこう価値観がだいぶ違うところがあったので、まあ暴力には暴力で返せっていう教育をしていたりとか。なんかもう学力も1位じゃないかったらそれ以外はもう、なんかもうクズだみたいな。1位じゃなきゃダメみたいな。なんかそういった教育を されている方で。で、まあ、一個思ったの。ある日、社会科見学に行ったんですね。で、まあ、市役所巡って、バスで市内を巡るってなったんですけども、まあ、そこで案の定、まあ、暴れてしまって、で、これじゃダメだってなって、お父さん呼んで、学校でこう面談したんですけど、その時に言われた言葉が、うちの子は、先生のことを尊敬していないから、言うことを聞かないんです。僕はそういう教育をしている。尊敬している人の話だけ聞けと言っているので、多分尊敬されてないんですね、みたいなことを言われたんですね。で、まあ別にそれに対しては私にも、あ、そうですかっていう感じだったんですけど、この子の考えは、この親、お父さんお母さんの考えによって形成されている。で、学校で、本当に毎日のように取り組んでいても、まあ、なかなかその相手を変えるっていうのは難しかったり、ましてやお父さんお母さんを変えるっていうのはもう無理だなって思ったり、じゃあ子供を変えて、お母さんお父さんを変えてってやるのがいいのかって言っても、子供にとっての重要な他者ってやっぱ親であるので難しいってなった時に、私はこう憧れて相手を変えられると思って、変えられるというか、変えるとか言ったらおこがましいですけど、本当に。まあそういうことを思って入った現実は、やっぱり甘くなくて。自分の思いだけでは相手は変えられないとか、自分の学校教育だけではどうしようもできない現実が待っているんだなっていうのは、1年目にしてすごく痛感した。出来事でした。僕自身もね、教育事業の経営をやっていて、すごく思うところであるんですけれども、まあもちろん人を変える、
ね、何らかの、こういったその人を育成したいっていう思いがあって、教育って、まあ、ほとんどの方やってると思うんですよ。で、その方のお父さんも、何らかのこう、正義を持っていて、話をしていて、結局のところ、一人一人が正義を持っているから、自分の中の正しいというものを持っているから、そこでの衝突っていうのがすごくあるのかなっていうふうに、日頃から、思っていて、小沢さんが、正しいと思うというか、ま、正義としている、人のあり方って、どういう人なんですか？そうですね。補足して言うと、教育って、教育自体に意味はないと思うんですよ。教育は人を育成するための手段であって、どういう教育をするかじゃなくて、どうやって人が育成されるかっていうのが本来の目的で、なんかどういう人を育てたいんですか？ありがとうございます。まあ、自分も教育に携わってまだ3年っていうキャリアではあるんですけど、今本当に子供たちに伝えているのは、もう人としての、なんか、特にこれやってほしいとかではなくて、いつも伝えているのはもう人に感謝をできること。人に対してありがたいっていう気持ちを持てる。感謝を持てること、思いやりの気持ちを持てること。で、まあ、それは結構大事だなって思っています。なんか周りの人とか、友達、家族、先生の存在をしっかりこう見つめて、感謝できる人たちを育てていきたいなって思いますし、あとは、自分に自信を持って生きていってほしいっていうのは、すごく思っていて。で、そのための教育、本当おっしゃっていただいたように、手段だなと思っているので、子供たちが今小学生段階で、なんかこれから未来を生きていく中で、自分に自信を持つというか、まあ、そのためにやっぱ、こう、周りを見てっていうところ、感謝、気持ちよってところはあると思うんですけど、私はやっぱそういうところはすごく大事にして、今、担任している子たちにも伝えているところです。答ありがとえうごなざいいのます。で、本当に難しいなって日々、私もやりながら、ね、こんなこと大事だなと思いつつも、宿題出すねとか 言ったりとか しちゃってるので、あれなんですけど。そう、なんか結局のところね、いろんなその価値観の対立っていうのがやっぱりいろいろあるんだろうなと思って。で、それこそ多様性をね、尊重するみたいな話とかも今ありますけれども、まあ、先日もね、どっかの国の首相がいろいろ 言って問題になってましたけど でも多様性を認めないっていう考え方も、多様性を受け入れるのであれば、それってもしかしたら受け入れてもいいのかもしれないっていうような、尊重してもいいのかもしれないっていうのもあるけれども、でもそれじゃいけないんだっていう価値観を持っているから、そこでまた対立が生まれてしまうっていうところが、っていうのかなと思っていて、どういった人をね、育成したいのかなと思って聞いてみました。で、それで、まあ、その教育で3年間小学校やっているっていうことなんですけども、なんかもう辞めることになるというふうに伺ってますが。そうですね。まあ、これは、教育っていうものもそうですし、まあ、教員っていう仕事と向き合ったときに、結構この決断をしたっていうのがありまして。まあ、教員っていうものを3年間やらせてもらって、学校っていう組織の中でたくさんいろんなことさせてもらったんですけども、やっぱりこの教員という立場というか、これからのね、こう社会未来を生きていく子供たちに、こう物事を教えるって立場の、まあ、人間が、まあ、ぶっちゃけて言うと、こう、社会をあまり知らないとか。どういった、これからの生きる子供たちが未来を生きるのかっていうところの学びが教員にはあまりないなっていうのを、まあ、感じながら日々
仕事をしていて、まあ本当に忙しいんですよね、小学校の先生。朝も早いですし、夜も遅くて、土日も本当に、休んで寝ておしまいっていう感じの方が周りにすごく多くて。まあ、ただそれをこう歯車のように繰り返している中で、こう自分自身の、まあ、選択肢だったりとか、幅だったりとか、子供たちに与えられるものって増えるのかなっていう疑問があったので、自分は、本当環境を変えたんですよ。めっちゃと。環境を変えていきました。で、もう異業種交流会とか、本当学校の先生じゃない人たちが集まるコミュニティ、塾みたいなところにも通い始めましたし、教育事業を実際にやられている方のところに行って、ボランティアもさせていただきましたし、ってやっていったときに、今まで教員っていう一つの選択肢しか自分の中になかったものが、いろんなもう本当に数え切れないぐらいの選択肢が人生の中にはあって、こういった選択肢を子供たちにも伝えていきたいだったりとか。で、そのためには、まずは自分がそこに勇気を持って飛び込んでみるっていうのが、一個自分の中ではできるんじゃないかなっていう考えにだんだんこうシフトチェンジしていったんですよね。なので、だったんですけど、まあ、やっぱでも教員っていう仕事に立ち返ると、周りの方も本当にね、教員の方って本当、一回教員になったらもうずっと定年まで教員やる方が結構多かったりとか。転職してきて教員って方は結構いると思うんですけど、教員から転職して何かっていうところの一歩って、もう自分もそうだからわかるんですけど、もう相当鉛のような重さなんですよ。やっぱ公務員から見たら民間の企業に対するこうイメージってなかなか湧きにくいかったりとなるか。ほど。公務員から、いやまあまあ安定してるよねっていうその安定を手放したりとか。社会的地位を手放したりとか、で、こう、未知の世界に入っていくみたいな感じなので、本当にもう、鉛のような一歩なんですよね。で、自分自身も、なんか、それ相当悩みました、本当に。大丈夫かなって不安ももちろんありましたし。だけど、本当、やらない後悔よりやる後悔っていう言葉を自分の中でずっとやっていて、で、自分がそこの新しい道を切り開いていったら、もしかしたら教員っていう新しい道をなんか生み出せるんじゃないかとか、自分の中でできる教育っていうものがあるんじゃないかっていうので、もうすっごい重い一歩を踏み出そうっていう決断をしたんですね。これ多分5年後、10年後だったら多分できてないです。それはどうしてですか？もうそれはやっぱり、考え方が固まっていっちゃうっていうのも一個あると思いますし、やっぱ教員ってやっぱ、私も今年緊急授業ってやらせてもらったんです、市内の。でも来年のポストは世話人、いや、役職がついて。で、まあ、またこう任されてっていう、いや、まあもう本当、見えるんですよね、こう、レールが。こういうふうになっていくんだろうなっていう。その見えるレールからやっぱ外れる勇気って、普通の人じゃなかなか持てないじゃないかな。私も多分おそらく、まあ、普通の人間なんで、5年後、10年後はきっと持ててない。けど、今日のみたいに環境が自分を変える、じゃないですけど、自分はこの3年間でそういった環境に身を置いたので、その一歩を踏み出すことができた。っていうのがこの、まあ、決断に立った経緯ですね。
なんかそういった決断に至るまでに、なんかどういう出会いでどういった学びがあったのかなってすごく気になるんですけど、もちろんね、あと数分で話せるような内容ではないと思うんですけども、一部抜粋するとしたら、どういった一部ものがあ合りま併すすか？るとしたら、そうですね、もういろんな数、あまたの方と出会ったんですけど、一人で会ったというとすれば、そうですね、同じキャリアを積んでる方の考えはすごく共感できるところがありました。同じ教学育校教現員か場らので、という。そうです、そうです。教員からで事業を立ち上げた方っていう、同じキャリアの方って、やっぱ、価値観も、持ってる価値観も結構似てたりとか。同じこの教員からガーって出るのってすごい大変だよねとか、一歩、あれだよねっていうところの共感も得られたりとか、だったんで、同じキャリアを歩んできている方の話は、自分の中ですごく、きっかけになるようなところですかね。そういう道もあるんだってし、新しい選択肢も広がったりとか。だったので、で、その方が本当に、その方は、私立の小学校で働きながら、副業、私立は副業できるので、副業で塾を立ち上げつつ、で、その塾が軌道に乗ったら、その塾を、学校教員辞めて、今、塾で一本化されていて、で、自分の中で、その教育っていうものもやっていきたいけど、子育てとか、他の学びっていうのもやっていきたいっていうので、その趣味程度にその塾は継続するって今言ってるんですけど、その趣味程度に継続できるまで塾をこう育て上げたっていうところの経緯だったりとかっていうのは自分の中でも、できるんだっていうところ。ただ、リミットもあると思うので、女性っていうのもあるので、だったらじゃあもう思い立ったが吉日じゃないですけど、じゃあ今やるないと後悔するなっていうので、踏み出しました。で、具体的にどういったことされるんですか、この。今後はですね、実はその塾の経営を携わることが、決まっているんです。で、そこの塾っていうのは、思考力とか、読解力っていうものを養う塾で、いわゆる、受験の塾というよりかは、そこにプラスアルファで、つける力を身につけるっていう塾なんですけど、4月からはそちらの塾の経営を任せていただくことになったので、そちらの塾で塾っていうものの、教育事業っていうものの経営を近くで勉強しながら、自分も教育事業を作っていきたいっていうふうに思っています。自分自身のまた事業を作っていきたい。はい。それ今後の、小沢さんが考えてる、なんか達成したいことみたいな感じですか？それとももうちょっと先のことあります？そうですね。今すぐではないです。もう少し先の話にはなっていくんですが、先ほどもおっしゃったように、やっぱ環境が自分を変えるっていうのを、すごくこの3年間特に得たので、やっぱそういう環境づくりっていうものを自分はしていきたくて。じゃあどんな環境づくりかっていうと、それこそこれからの社会、未来を生きる子どもたちって、自分の利益とか、自分の喜びだけを追求していったら、こう、うまく生きていけないんじゃないかな。もう利他の心とか、周りに対する心みたいなものを、育んでいくべきなんじゃないかな。そしたらそういったものを、感じられる環境を作っていきたいなって思いまして。で、一つ今考えているのは、社会貢献と教育っていうものを組み合わせた環境づくり。塾って言ったらちょっと形が、硬い感じにはなっちゃうんですけど、なんかそういう環境づくりを、していきたいなというふうに思っていまして、自分がこの今住んでいる地域とか、今住んでいる地球とか、日本とか、っていったところの課題
に対して自分がどんなふうにアプローチできるのかなっていうのをこう考えて実際に行動に移していくみたいな環境をやっていく事業、教育事業を立ち上げていきたいなというふうに考えています。ありがとうございます。はい。最後にはなるんですけれども、はい。この動画を視聴されてる主に10代、20代の方に向けて、小沢さんから一言アドバイスをいただければと思います。はい、ありがとうございます。まあ、特に教員って方になるのかな？それとも。そうですかね。まあ、教員をはじめ、でも私も本当に、凡人なので、なんか特に、ね、英語がめちゃ喋れるとか、スキルがあるとかいうわけではないので、この凡人の普通の 教員が、でもこういうふうに決断して、実際に行動に移そうって思ったのは、周りの環境が、あったからです。なので、でも環境は自分で選べると思います。自分自身が本気で夢中になれる環境を自ら選んでいって、その環境の中で様々なことを学んで選択肢を増やして、皆さんにしかできない、自分にしかできない人生をぜひ歩んでいってもらえたらなというか、私もまだまだこれからなので、これからももっともっといろんな環境を見て学んで、もっともっと還元できるものが増えたらなというふうに思っていますので、ぜひ一緒に頑張りたいなというふうに思います。ありがとうはごい。ざいます。ということで、ユニーク第883回、本気、夢中になれる環境選びでワクワクする人生に、小学校教員、小沢かなさんにとっての教育とは題しましてお話を伺ってまいりました。本日は、1時間ほど、お時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。